なんだ、何見て、何が言うてる、芝釣りにあげてやる。余裕余裕、俺の番ね。してみろ。よし、行くぞ。変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいるんだよ。チッ、やるぞ。ああ、見せてみろ。ほら、かかってこいよ。これじゃ本気を見せてみろ。やめるな、なめんなよ。おい、来た。俺の番だな。逃げるなら今のうちだぞ。よっしゃ、カゴの、ほら、はっ、まったく何が楽しいんだこいつは。どんだけどん底の町なんだよここは。まあ、じきに慣れるさ。こんなのに慣れたかねえよ。ほうほう、こいつは珍しい。あ、やはりこれは俺の図鑑には登録されていない種類だ。登録登録、学名は何にするか。コウモリ男とかでも悪くないが。おい、何してんだ。あ、ああ、すまん。この辺でなかなか見ない輩だったからな、つい夢中になっちまったよ。おっさん、何者だ。俺はドクター森笠、スジモン博士と呼ばれてる。スジモン博士、なんだそりゃ。気になるか。なら近くに俺の研究施設がある。そこで話そう。貴重なスジモンのデータ入手に協力してくれた礼にお茶菓子でも振る舞わせてもらおう。お茶菓子だってよ。行ってみようぜ。だけどよ、この博士めちゃくちゃ怪しいぜ。食えるもんは食える時に食わねえとこの町では生きていけねえぞ。ただより安いものはねえんだ。ほら、行くぞ。ち、分かったよ。ここが俺の事務所、通称スジモンセンターだ。ただの雑居ビルの一室じゃねえか。さて、スジモンについて聞きたいんだったな。説明してやろう。スジモンとはその筋のものという意味だ。筋のもの、スジモン、スジモン。あ、はあ、まあ要は危険な人間のことだな。俺は下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでる。なんだか語呂もいいしな。で、あんたなんでそのスジモンのデータを集めてんだ。それはこの世界の平和のためだ。平和？この世界、特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だが実際にどんな種類の危険な人間が何種類この世の中に存在するのか、
お前らは答えられるか。ああ、そう言われると答えらんねえな。だろう。多くの人が危険な人間がどんなタイプの見た目で何種類いるか具体的に答えられない。そしてそれがわからないがゆえに今も誰かが危険な人間に近寄り危険な目に遭っているんだ。だから俺は危険な人間がどんなやつで何種類いるか正確にデータとしてまとめ上げることで一般人が危険に巻き込まれる機会を減らしたいと思ってる。なるほどな。おっさん、うさんくさい割にはいいこと考えてんじゃねえか。だがなんでそんなことを始めたんだ。まあ過去にいろいろあってな。俺はとにかく平和な世の中を作りたいんだよ。その気持ちに嘘はねえ。データの収集はどれくらい進んでるんだ。それがな、データを収集するために危険人物に近づくと俺が喧嘩に巻き込まれてしまうという最大の問題があってな、なかなか進んでいないんだ。まあそりゃそうだな。はあ、困ったぜ。どこかにすぐに危険に巻き込まれそうで、なおかつ巻き込まれてもまあ大丈夫そうな屈強で気さくな奴がいればいいんだが。そういう奴が見つかるといいな。じゃ、俺らはこれで。おい、ちょっと待ってくれ。なんだ？まさか俺たちに筋物のデータを集めろとか言うんじゃ。勘がいい奴は嫌いじゃないぜ。別に無理に戦えとは言わない。戦うことになってしまった時に情報を登録してくれるだけでいいんだ。どうせお前らみたいな連中は何も意識しなくても悪い奴らと頻繁に戦ってるんだろう。ならついでに協力してくれても罰は当たらないんじゃねえか。とは言ってもな。頼む。辻門図鑑の完成が一般の人たちの平和につながる。完成の暁にはお礼も出させてもらう。どうだ、お願いできねえか。お礼だってよ。やってやるよ。一番。俺に押し付けるなよ。ダグ、分かったよ。確かに誰かのためになるってんならこっちに損はなさそうだしな。ありがとう、恩に着る。よろしく頼むぞ、春日さん。で、登録ってのはどうやってやりゃいいんだ。ああ、簡単だよ。まずは俺の作ったアプリを入れてやろう。さて、あとは筋門の登録の仕方だが、百聞は一見にしかずとも言うし、実践で試してみるか。ああ、出てこいや。なんだこいつら。登録の仕方を教えるために俺が用意した助手たちだ。さあ、どの色がいい。赤か、青か、緑か。ああ、よくわからねえが、そうだな。じゃあ、緑で。緑だな。わかった。よし、お前らは緑のサポートに回れ。さて、じゃあ登録の仕方を教えるか。え、もしかしてこいつらと戦えってのか。そうだ、そのアプリは敵を倒すと自動的に登録されるようになっている。こいつらを倒して図鑑に登録してみせろ。むちゃくちゃだな。さあ行け。登録の仕方を体に叩き込んでやるんだ。ビビってんのか。俺の番ね。ほら、よし、
ぞ。やってみろ。やんのか。どうするかね。なんだ。行くぞ。よいしょ。見事だ。お前らを選んだ俺の目に狂いはなかった。その実力ならきっと危険人物を山ほど登録できるはずだ。そいつはどうも。でこれで登録されるのか。まあほらアプリを開いて見てみろ。こんな感じでいろいろな筋門を倒してデータを集めてくれ。集めた数により報酬は用意させてもらう。ある程度集まったらこちらからメールするから報酬を取りに来てくれ。なんだか面倒なことに巻き込まれちまったな。まあ報酬ももらえるみたいだしやってみりゃいいじゃねえか。俺たちは贅沢言える身分じゃねえんだからよ。まあそうだな。それじゃこの世界の平和のためによろしく頼んだぞ。目指すぞ辻門マスター月さん、終了時間過ぎてるけど。うん、さっさと清掃して売り上げの精算よろしくね。はい、フロント、お湯の出が悪い？お客さん変わるたびに風呂のお湯入れ替えないで使ってよ。え？汚い。入浴剤とかでごまかしてよ。うん、洗面台の奥にあるやつ。はい。乙姫ランドでございます。なんだ、ナノハちゃん。ん？ああ、そう、休むってこと？で、君確か先々週も生理だったよね。そんなに休まれちゃ困るんだよ。一度病院行って検査受けてお薬でももらってくれば。生理不順なのか何なのか知らないけど、そんなに休んでたら親父さんの施設代払えなくなっちゃうんじゃないの？え？早く死んでくれれば楽なんだろうけど、まだまだ生きてそうなんでしょ。ん？泣いてんの？やめてよ。うちは人生相談所じゃないんだからさ。はい、じゃあまた。あ、体調良くなったらすぐ出勤してよ。はい、じゃあ。ああ、たくやってらんないね、最近の子は。はいはい、求人の方ね。お待たせしましたね。ダメだ、バリが俺ここじゃ働けねえわ。同感だな。胸くそ悪すぎる。お前もそうだろ。はあ、ん？なんだあんたら喧嘩売るためにやってきたのか。え？ハロワの親父からはなんとか雇ってもらえないかって言われてたんだな。何でもやる根性のある連中だからってさ。あのおっさんが何でもやるって言ったって、こっちにも選ぶ権利はある。まあ、あの神戸って所長には申し訳ないが、やめとこう。世の中他にも仕事はたくさんある。行こうぜ、春日。
おい一番、何やってんだ。早く行こうぜ。さっきの電話聞いてただろう。俺もいろんな風俗店にガサで入ったり、客として通ったりしてきたが、こいつはクズ中のクズだ。なんだ、暴力か。ケツ持ちを呼ぶぞ、ケツ持ち。うちのケツ持ちは清流会だ。泣く子も黙る横浜清流会だ。それでもいいのか。ここは清流会の島だったか。厄介なことになりそうだな。おい春日、さっさとずらがるぞ。おい、なんだお前、本当に清流会呼ぶぞ。それでもいいの。働かせてくださいや、店長。あ？何言ってんだお前。見た感じ店員さんが誰もいなくてお困りなんでしょう。こう見えても俺16年くらいこの業界にいたんでね、何でもやりますよ。なんなら街でキャストのスカウトもやります。どうでしょう。とは言っても他の方たちが。地方風俗反対、現金庁から撤退せよ。ん？ああ。おう、なあ、へえ。
おい。なあ、おい、よ、え、
おう。はい。いえ。おう。おう。
なあ。お？はい。なんだって？なんだ？
うん。うん。なまた。Thank you.
おい。いや、ほら、かかってこいよ。おい、来た。なめんなよ。いねえよ、ハドども。
調子乗ってんじゃねえ。勝てると思ってんのか。俺の番ね。ほら来いよ。なめんなよ。俺の番だって。来る。どうした。やんのか。俺の番か。痛めつけてやる。行くぜ。これで。来た。ザコが。よし、行くぞ。席か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めるのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。菜の葉の前に座ったら、あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言だって、こっからじゃ何も聞こえねえぞ。カズが、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あの、すみません。ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよ。な、いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか。ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いねえ。待て、受け渡しの瞬間を抑えてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。え、はい。全てがお父さんもあなたもなれますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。菜の葉さんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いっつー。なあ、
悪い。おいおっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。待てやこら。聞かせてんじゃねえぞ。ビビってんのか。俺の番ね。なんだよ。俺の番だな。おい、なあ、社会福祉法人？おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂ういかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっきサテンで会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。あのこちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん？ああ、向こうだ菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か。俺らその向こうだ菜の葉さんの職場のもんなんだけど、
中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。ああ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。ナノハさんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんていくらなんでもおかしいだろう。